タニスラス・スタンワウリンカは、スイスローザンヌ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでは、シングルス16勝、ダブルス2勝を挙げている。内グランドスラムでは、シングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス88位。身長183センチメートル。 体重 81kg。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。使用ラケットはヨネックス。バブリンカと表記されることも多い。2014年5月に登録名を、スタニスラスから、愛称の、スタンに変更している。2014年全豪オープン男子シ,シングルス2015年、全仏オープン男子シ,シングルス2016年。 全米オープン男子シ,シングルス優勝。2014年モンテカルロマスターズ優勝。2008年北京五輪男子ダブルスで、ロジャー・フェデラーと組んで金メダルを獲得。デビスカップ2014で、デビスカップスイス代表の優勝に貢献。ワウリンカは、農場で働くチェコ系ドイツ人の父とフランス系、スイス人の母の間に、4人兄弟の次男として、生まれた。 後に同じく、プロテニス選手となる兄ジョナさんの手ほどきにより、8歳から、テニスを始める。ジュニア時代には2003年全仏オープン男子、シングルスジュニア部門で優勝するなど、早くから期待の若手として知られていた。同年に、プロ入り。2004年から、男子テニス国別対抗戦デビスカップスイス、代表選手になる。 2005年から4大大会に出場し始めた、ワウリンカは、予選から勝ち上がった全仏オープンで、マリアのプエルタとの3回戦まで勝ち進んだ。同年の全米オープンでは2回戦で、当時世界ランキング10位のプエルタにフルセットで勝利し、3回戦まで、進出。2006年7月にクロアチアオープンで、ツアー初優勝を果たした後、しばらく足踏みが続いた。 2008年5月の BNL イタリア国際でワウリンカはノバク・ジョコビッチとの決勝戦まで進みこの大会で準優勝した翌週の世界ランキングでワウリンカは初めてトップ10位でした8月の北京五輪でワウリンカ、ロジャー・フェデラー組は男子ダブルスの第4位シードに選ばれた二人は準決勝でアメリカのブライアン兄弟を破ると決勝戦で スウェーデンのシーモン・アスペリン、トーマス・ヨハンソン組を6から3、6から4、6から7、6から3で破り、スイスのテニス選手として、バルセロナ五輪の男子シングルスを制したマルクロセ、以来の金メダルをもたらした。2010年はハサン2世グランプリで、ビクトル・ハネスクを6、に、6、3で破りツアー2勝目を挙げた。全米オープンでは、 ワウリンカは三回戦で第四シードのアンディ・マリーに、六から七、七から六、六から三、六から三で、四回戦で、サムクエリーを七から六、六から七、七から五、四から六、六から四で破り4大体開発のベスト八に、進出した。二千十年全米オープン二千十一年に痩せる、チェンナイオープンで、グザビエ・マリスを七五、四六、六一で勝利して、 ツアー3勝目を挙げた。全豪オープンでは、4回戦で、アンディロディックを6から3、6から4、6から4で破り、全米オープンに続き、ベスト8に進出。準々決勝では、同胞のフェデラーに1から6、3から6、3から6で破れた。2012年ロンドンオリンピックの開会式では、スイス選手団の旗手を務めた。シングルスでは一回戦で、 マリーに36、36で敗退した。前回優勝のフェデラーとのダブルスも2回戦で、イスラエルのアンディラム、ジョナサン・エルリック組に6から1、6から7、3から6で敗れた。2013年ウィンブルドン選手権全豪オープンでは4回戦で、世界ランク1位のジョコビッチと対戦した。5時間を超える熱戦となったが6から1、5から7、 4から6、7から6、10から12で競り負けた。5月のポルトガルオープンでは、決勝で、ダビド・フェレールを6-1、6-4で破り2年ぶりのツアー4勝目を挙げた。マドリードオープンでは準々決勝で第7シードの、ジョー・ウィル・フリード・そんンに6から2、6から7、6から4で、準決勝で、 第6シードのトマーシュ・ベルディハに6から3、4から6、6から4で勝利し、5年ぶりのマスターズ決勝進出。決勝で、ラファエル・ナダルに2から6、4から6で敗れ準優勝。全仏オープンでは4回戦で、リシャール・ガスケを6から7、4から6、6から4、7から5、8から6で勝利し、全仏では初めてベスト8に進出した。 準々決勝ではナダルに2から6、3から6、1から6で完敗した。全米オープンでは準々決勝で、前年優勝のマリーを6から4、6から3、6から2で破り始めて4大大,大会でベスト4に進出した。準決勝では、ジョコビッチに6、2、6、7、6、3、3、6、4、6のフルセットで破れた。 最終戦の ATP ワールドツアーファイナルズにも、初出場を果たしフェレール、ベルディハを破り、ベスト4に進出した。2014年は、昨年からの好調を維持し、年初のチェンナイオープンで優勝し、自身ツアー5勝目を飾る。全豪オープンでは、第8シードで勝ち上がり、準々決勝で、第2シードのジョコビッチと、再び対戦。2から6、6から4。 6から2、3から6、9から7の4時間の激闘を制して、準決勝に進出。準決勝で第7シードのベルディハを6から3、6から7、7から6、7から6で破り、4大体開発の決勝進出を果たす。決勝では、第1シードのナダルと対戦。序盤から攻撃的なテニスを展開し、六から三、六から二、三から六。 6から3でナダルを破り、全豪オープン初優勝にして4、大大会初優勝を果たした。スイス人男子では、ロジャー・フェデラーに次いで2人目の優勝。2005年以降、ビッグ4以外では2009年全米の、フアン・マルティン・デル・ポトロ以来2人目のグランドスラム、優勝者となった。さらにグランドスラム1大会で、ナダルとジョコビッチ両方に勝利した初の選手となる。 また、四大大会において、第1シードと第2シードの2選手に勝利しての優勝は1993年、全仏オープンのセルジブルゲラ以来の快挙であった。大会後のランキングでは、自己最高の3位となり、長年スイスナンバーワンプレイヤーであったフェデラーを抜き、スイスナンバーワンの座を手にした。4月、モンテカルロマスターズでは、 チリッチ、ニコラス・アルマグロ、ミロシュラオ・ニッチ、フェレールを破り決勝進出。決勝ではフェデラーを4から6、7から6、6から2で破り優勝し、初のマスターズタイトルを獲得した。全仏オープンでは無念の1回戦敗退に終わるが、ウィンブルドンでは、フェデラーとの準々決勝に進出。過去7度のウィンブルドン優勝を誇るフェデラーに第一 セットを6から3で選手するも6から3、6から7、4から6、4から6で敗れた。全米オープンでは第3シードとして順当に勝ち進むも準々決勝で西コリ K にフルセットの激戦の末、6から3、5から7、6から7、7から6、4から6で敗れた。11月には2年連続で ATP ワールドツアー。 ファイナルズに出場し、ベルディハ、チリッチを破り2勝1敗の成績で準決勝に、進出するもフェデラーに敗れた。その1週間後、フランスとのデビスカップ決勝に出場。第1試合でゾンガを6から1、3から6、6から3、6から2で破り、また、フェデラーと組んだダブルスでは、ベネトをガスケ組を6から3、7から5、6から4のストレートで破った。 この後フェデラーがガスケに勝利したためスイスはデビスカップ初優勝を果たした。連覇を目指した全豪オープン3回戦でルカシュ・ロソルに勝利しキャリア通算400勝を達成。準々決勝では西コリ K を6から3、6から4、7から6のストレートで破ったが、準決勝ではジョコビッチに6から7、6から3、4から6、6から4。 0から6のフルセットで敗れた。ABN アムロ世界テニストーナメントでは決勝でトマーシュベルディハを破り優勝。初めて ATP ツアー500のタイトルを獲得した。昨年優勝したモンテカルロマスターズではグリゴールディミトロフに敗れ3回戦止まりとなった。BNL イタリア国際で準々決勝でナダルにクレーコート初勝利を挙げ大会7年ぶりとなる。 準決勝進出を果たす。準決勝ではフェデラーに敗れた。2015年全仏オープン全仏オープンは第8シードで出場。4回戦でジルシモンにストレートで勝利し2年ぶり2度目の全仏ベスト8進出。準々決勝ではフェデラーに6から4、6から3、7から6で勝利し、全仏初。 グランドスラムに大会連続ベスト4に進出。準決勝では、そんなに6から3、6から7、7から6、6から4で3時間50分の激闘の末に勝利し、自身グランドスラム2度目の決勝進出を果たした。決勝では、第1シード世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを、4から6、6から4、6から3、6から4で下し、 全仏オープン初優勝を果たした。初優勝を果たした2014年前後オープン以来、自身2度目のグランドスラムのタイトル獲得となった。ビッグ4人以外の選手が、グランドスラムで2回以上優勝したのは2005年前後の、マラトサフィン以来10年ぶり、全仏オープンで、ラファエル・ナダル以外の選手が優勝したのは2009年の、 フェデラー以来6年ぶり、全仏でビッグ4位以外の選手が優勝したのは2004年のガストンガウディオ以来11年ぶり。また、30歳を越してからの全仏オープンの優勝は1990年に30歳103日で、制覇したアンドレス・ゴメス以来、5人目の快挙にもなった。なお、大会後のランキングで、今年1月19日以来の世界ランク4位に、福井した。 6月のウィンブルドン選手権では、第4シードで出場し、4回戦まですべてストレート、勝ちしたが、準々決勝で、第21シードのガスケに4から6、6から4、6から3、4から6、9から11で敗れた。8月のロジャーズカップでは、初戦のニックキリオス戦は、第3セット途中で棄権したが、この試合で、相手のキリオスが、 ワウリンカに対し、ワウリンカの交際相手に関する問題発言を犯し、罰金と28日間の出場停止の処分を受ける事件があった。全米オープンでは準々決勝で、マリーを破ったケビン・アンダーソンに勝利し2年ぶりの準決勝進出。準決勝で、フェデラーに敗れた。楽天ジャパンオープンでは、決勝で、ブノア・ペールに勝利し初優勝。 上海マスターズでは準々決勝でナダルに敗れた。スイスインドアではイボカロビッチに敗れ、4年連続初戦敗退。BNP パリバマスターズでは準々決勝でナダルに勝利し、準決勝進出。準決勝でジョコビッチに敗れたが、それまで29セットを練習していたジョコビッチからセットを奪った。ATP ワールドツアーファイナルズでは初戦で ナダルに敗れるも、フェレールと、世界ランク2位のマリーに勝利し、初出場から3年連続の準決勝進出。準決勝では2年連続で、フェデラーに敗れた。年間最終ランキングは2年連続の4位。年初のチェンナイオープンで3連覇達成。前後オープンでは4回戦で、ミロシュラオニッチに4から6、3から6、7から5、6から4。 3から6で敗れ、グランドスラム7大会連続ベスト8を逃した。2月に2008年以来のエントリーとなった、ドバイテニス選手権で決勝に進出。マルコス・バグダティスを破り初優勝を飾った。その後のマスターズでは5大会中、モンテカルロマスターズしかベスト8入りを果たせなかった。全仏直前の地元、 スイスでのジュネーブオープンでは決勝に進出し、マリンチリッチに6から4、7から6で勝利し、今季3勝目を挙げた。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ全仏オープンでは、初戦のルカシュ・ロソル戦で4から6、6から1、3から6、6から3、6から4で新勝するが、その後は順当に準決勝まで進出。準決勝ではマリーに4から6、 2から6、6から4、2から6で敗れた。ウィンブルドン選手権では2回戦でファ、フアンマルティンデル・ポトロに6から3、3から6、6から7、3から6で敗れた。その後、ロジャーズカップでベスト4、入りするも、リオデジャネイロオリンピックは故障のため欠場した。しかし、全米オープンでは、3回戦で、ダニエル・エヴァンスにマッチポイントを握られながら4から6。 6から3、6から7、7から6、6から2で新勝するも、順当に、準々決勝へ。準々決勝では2009年大会派者の、フアン・マルティン・デル・ポトロー7から6、4から6、6から3、6から2で破り、対デル・ポトローの連敗を4で止めた。準決勝では準々決勝で、マリーを破る金ボッシュを上げている西コリ・ケを4から、6、7から5、 6から4、6から2の逆転で下し、3度目のグランドスラム決勝に進出した。決勝では、ノバク・ジョコビッチに6から7、6から4、7から5、6から3で逆転勝ち、全米オープン初優勝、グランドスラム3勝目を挙げた。3度のグランドスラム決勝進出で、キャリアグランドスラムに大手をかけたことになる。 サンクトペテルブルクオープンでは決勝まで進出するも、決勝では、アレクサンダーズベレフに2から6、6から3、5から7で敗れ準優勝だった。4年連続出場となる ATP ワールドツアー、ファイナルズでは、第2戦で、マリン・チリッチに勝利するも、初戦で西コリ・ケに、第3戦で、マリーに完敗し、ATP ワールドツアーファイナルズでは、自身初のラウンドロビン敗退となった。 年間最終ランキングは3年連続4位。年初のブリスベン国際では、第2シードとして出場し、準決勝まで進出したものの、第3シードの西コリ K に6から7、3から6で敗れた。全豪オープンでは準決勝で、フェデラーに敗れた。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ、ドバイテニス選手権では、初戦でダミル・ジュムールに6から7、3から6で敗れた。 BNP パリバーオープンには、第3シードとして出場し、準々決勝で、ドミニクティームに6から4、4から6、7から6で勝利し、準決勝では、パブロ・カレーニョ・ブスタに6から3、6から2で解消し、大会初の決勝進出を果たすも、決勝ではフェデラーに4から6、5から7で敗れた。マイアミオープンには、第1シードとして出場したが、4回戦で、 アレクサンダーズベレフに6から4、2から6、1から6で逆転負けを喫した。クレイコートシーズンに入ると、モンテカルロマスターズでは3回戦で、パブロクエバスに4から6、4から6で敗れ、ムチュア・マドリード・オープンでは、初戦敗退、BNL イタリア国際では、ジョン・イズナーに6から7、4から6で敗れ3回戦敗退を喫するなど、 マスターズでは思うような結果を残せなかったが、全仏オープンの前哨戦である、ジュネーブオープンでは、決勝で、ミーシャズベレフに4から6、6から3、6から3で、勝利、今シーズン初タイトルを手にした。全仏オープンには、第3シードとして出場し、4回戦で、ガエルモンフィスに7から5、7から6、6から2で、勝利、準々決勝では、 マリンチリッチに6から3、6から3、6から1で解消。準決勝では、第一シードのアンディ・マリーに6から7、6から3、5から7、7から6、6から1と4時間半に及ぶ、死闘の末に、勝利、2年ぶり2度目の大会決勝進出を果たしたが、決勝で、ナダルに2から6、3から6、1から6で完敗した。ウィンブルドンは1回戦で敗退。 その後以前から痛めていた左膝の手術に踏み切り、2017年の残りシーズン欠場を表明した。年間最終ランキングは9位だった。全豪オープンで第9シードとして復帰。しかし2回戦で世界ランク97位のテニーズ・サンドグレンにストレートで完敗を期した。2月のソフィアオープンではベスト4に入るも、 オープン13は2回戦で途中危険し再び離脱。5月の BNL イタリア国際で復帰するも1回戦で、敗退、全仏オープンは1回戦で、ギレルモガルシアロペスに2から6、6から3、6から4、6から7、3から6で逆転負けを喫し、前年のポイントをディフェンドできず、ランキングが30位から263位まで大幅に下降した。 ウィンブルドン選手権では、ノーシードからの出場となったが、1回戦で、第6シードグリゴールディミトロフを1から6、7から6、7から6、6から4で下す。しかし2回戦では、トーマス・ファビアーノに敗れた。全米オープンでは再びディミトロフに勝利したものの、3回戦で、ミロシュラオニッチに敗れた。スイス・インドアにも出場予定だったが、 練習で背中を痛め危険し、シーズンも終了させた。年間最終ランキングは66位だった。年始のカタールオープンでは復帰戦ながら、準々決勝まで進出した。前後オープンは2回戦で、ミロシュラオニッチと対戦し、7から6、6から7、6から7、6から7で敗れた。ABN アムロ世界、テニストーナメントは西コリを破やブリ。 決勝に進出したが、決勝でガエルモンフィスに敗れ準優勝だった。ムチはマドリードオープンでは準々決勝まで進んだ。全仏オープンでも、校長のステファノスシチパスを下してベスト8入りしたが、準々決勝でロジャー・フェデラーに敗れた。3回戦の勝利でシングルス通算500勝に到達した。ウィンブルドン選手権は2回戦敗退。 全米オープンでベスト8入りした。ヨーロピアンオープンでは決勝に進むも、決勝でアンディ・マリーに敗れてまたも優勝はならなかった。年間最終ランキングは16位。全豪オープンは4回戦で第4シードのダニール・メドベージェフをフルセットの末下してベスト8入りした。3月より、新型コロナウイルス感染症流行のためツアーが中断に。再開直後、 プラハチャレンジャーで10年ぶりにチャレンジャー参戦した。決勝でアスランカラツェフに7から6、6から4で勝利し、ツアー再開後最初のチャンピオンに輝いた。全米オープンは感染症への懸念から不参加。全仏オープンは1回戦で、マレーに勝つも3回戦敗退。パリマスターズでは3回戦で、好調アンドレ・ルブレフを破り8強入りした。 年間最終ランキングは18位。歴代でも最高クラスの片手バックハンドショットを武器としており、特に土とハードコートのプレーが得意なアグレッシブベースライナーである。また、最高時速 232km のファーストサービスも武器。フォアハンドは新人の頃は弱点とされていたが、現在は大幅に改善されており、武器の一つである。 2018年現在、グランドスラムを3つ制しており、好調時は誰も手がつけられないほどのパワーを持つ。反対に不調時は、初戦敗退も珍しくなく、好不調の波の激しい選手と言える。グランドスラムタイトルを3つ獲得しながら、世界ランキングで2位以上になったことがないのは、ヤンコデッシュ以来史上2人目。ビッグ4が支配するツアーで GS を複数回制覇。 したことから、ビッグ語と言われることもあったが、本人は、マスターズ1000優勝回数など理由に、それを、おこがましいと感じている。2013年4月に、マグヌス・ノーマンをコーチに迎えて、以降は4大大会で3度の優勝を飾り、トップ選手の仲間入りを果たした。2017年10月に関係は終了したが、この指定関係は、 非常に、キャリアの成功に貢献したと考えられている。シングルス、4ダブルス、1シングルス、4ダブルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 p イコール開催延期 wg イコールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf b イコールオリンピック銅メダル nms イコールマスターズシリーズから降格 nh イコール開催なし2014年全豪3回戦と2014年全米3回戦の不戦勝は 通算成績に含まない2015年7月にスポーツメディア ESPN で全ラヌードを披露している。ありがとうございます。